はい、ゆうたろう1本目。OK、まあ、団地先出てこないもんね。あっ、ちょっとスキーがいた。あっと、こういうのタイムさんになっちゃうわけだね。携帯行きます。ヘアピンの出口順手。はい、いいよ。ヘアピンの出口逆手だぞ。もっと早いタイミングで膝だけじゃなくて上体を預けて内側にシフトして。武蔵はいよー。上も誰もいない。ゆうたろう2本目。おっと、こういうところね。あー、いや、溝が出てきてね。内スキーが外スキーの進行を妨げてる感じになってるので、外スキーにしっかり合わせるようにして、すねの角度、それからスキーもパラレルにね、使ってこうね。武蔵2本目。はい、はい、いや、左ターンから右ターンね、入っていく。はいよー。武蔵4本目。えらい無作法。大丈夫。あー、こら、武蔵。
はい、ゆうたろう、6本目。ちょっと角度きついか、出口の角度を、ま、上げすぎてるかな、ケータ行きます。はい、ケータラストだよ。わかりました。体どんどん内側入れてね。意外とおへそから上、全くこう、真上、まっすぐになってる感じ。はいよー、ストレートヘアピン入って、もも寝せないようにね、入る前にちょっとももだけしっかり立てて、頭の位置を引けないようにして、上体の角度出して入ってこいよ。